ビルポインターホットラインによると、恐ろしいエイジハゾアベンチュリン事件に大きな進展があり、容疑者が逮捕されたとのことです。この詐欺事件はスターピースカンパニーと博識学会の複数のセクションを巻き込み、多くの人的物的リソースを消耗させ、カンパニーに巨額の損失を与えました。本事件の容疑者はツガンニア4出身、かつ第二次カティカエビ菌絶滅事件の生存者の一人であり、青函難民渡航証を所持していませんでした。戦略投資部責任者ダイヤモンドの指示のもと、カンパニーは検証の精神に基づき容疑者に対して適切な対応を取り、引き続き調査を行い、その犯行動機を明らかにするとのことです。本当に綺麗な目ね。教えて。それは夜になると光ったりするの？もしそうならとっくに売り払ってるだろうね。あなたの目が永遠に閉じられることをどれだけ多くの人が望んでいるのか分かってないのね。奴隷のあなたが主人に反抗するなんて許されないの。でもあなたはあの男を倒してみせた。あなたを弁護する度胸のある弁護士はいないわ。どうする？自分で無罪を主張してみる？それは別に難しいことじゃないけど、意味がない。自分の弁舌によっぽど自信があるのね。博識学会を騙した時も同じように思っていたの？僕は望みを叶えてあげただけ。君たちは完璧な健在を欲しがってた。そして僕は一つの可能性を示した。これはちょっとした賭けだったのさ。運が良ければカンパニーはエイジハゾの鉱山の中からあらゆるものを掘り出せただろう。砂の王の残骸すらもね。君たちは運が悪かったんだ。その点は否定しないわ。でも私が興味を持っているのは、これほど大規模な詐欺が行われたのに、どうして犯人を含め誰も利益を得ていないのかということよ。レディー、僕は自分の欲しいものをとっくに手に入れてる。君の前に連れてこられ、次の大きな賭けに出るというシチュエーションをね。なら、この2回目の大博打について話しましょう。教えて。今回は何をかけるつもりなの？僕の命だ。君が僕を処刑場に送らないことにかける。それで、あなたの望みは？君たちのラーナに会わせてもらいたい。話があるんだ。その後は？金が欲しい。そんな簡単な話じゃないでしょう。そんな簡単な話さ。三十タガンバ、ちょうど僕の命の値段の半分だ。多くも少なくもない。その金さえあれば、僕は君より高い地位に上り詰め、もっと多くの富を手に入れられる。でも君は僕に与えようとはしないだろう。だから彼を呼んでくれ。面白いじゃない。でも残念、ダイヤモンドはあなたに会いに来ない。誰も彼には会えないの。だから今私がダイヤモンドの代理人として彼の代わりに決断を下しましょう。あなたは間違っている。三十多眼場どころか、もっと多くのものをあげるわ。富、地位、権力。カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、すべてを与える。
カカワーシャ、いい名前ね。残念だけどこの名前は土に埋もれる運命にある。でもあなたは生き延びる価値があるわ。私たちのためにさらなる富を作り出すのよ。さあ、自分の好きな服と肩書きを選んでそれを活用しなさい、坊や。あなたの計略がいつまでも露見しないことを祈ってるわ。命ってのは長い投資みたいなものだ。正しい人を選び、正しいことを行い、正しい結果にたどり着き、世界に自分の価値を見せつける。一生正しい決断だけをするなんて不可能だけど、運はいつだって僕の味方だ。だから僕は今まで負けたことがない。地母神が僕を守ってくれているから、それなら今この瞬間も地母神は僕を見守っているはずだ。そして僕は必ず成功する。でもその後は、この難関を突破した後、今度は何が待ってるんだろう。大博打の後に僕を待っているのは、もっと大きな賭けだったりして、一回また一回と成功した後、数えきれないほどのチップを手に入れるのか、それとも一回の失敗で全てを失うのか。もう答えは分かってるだろ。卑しいギャンブラー。どういうことだ。僕は夢を見てるのか、それとも完全に狂っちゃったのか。多分その両方だろうね。もう僕のことを忘れたのかい。イーマニカの軍閥に電気椅子に縛り付けられた時、君にアイデアを出したのは誰だったっけ。もういい。僕は狂ってるのかもしれないけど、バカじゃない。僕の頭から出ていけ、調和の新生児。調和、バカ言わないでくれ。僕たちは別に初めて会ったわけじゃない。そんなによそよそしくする必要ないだろう。僕は君で、君よりも自分のこと、君が望んでいることをよく知ってる。君は死にかけてるんだ。そして死を前にしてもなお不運な人たちを道連れにしようとしてる。だからここに来たんだろう。盛大なショーなんて本当に自分にできると思ってるのかい。どういう意味だ。君は全ての人を騙せるかもしれないけど、自分自身だけは騙せない。僕が証明してあげる。君が完全に消えるまで僕は君と一緒に最後の道を歩こう。歩きながらゆっくり争うじゃないか。君は一体何者なんだ。この世界の大半の人たちは
ある一つの結果にたどり着くためだけに生きている。そして僕はその結果さ。カカワーシャ、僕は君の未来だよ。最初は幻聴、今度は幻覚か。本当にすごいね。次は僕が調和の司令に昇格するのかな。なんでここには観光客が一人もいないんだろう。あの羽頭は何してるんだ。オールオアナッシング、お手並み拝見といこう。ピピシ人が一人いるだけ。いや違う、子供か。確か黄金の時は未成年者の入場を禁じていたはずだけど、ねえ、君はどうして一人でここにいるんだい？どうしたの、お兄さん。気分が悪いみたいだけど。その目は。ありえない。君は何者だ？綺麗でしょ。お姉ちゃんはこれはマザーフェンゴからのプレゼントなんだって言ってた。カラフルな瞳は人に幸運をもたらすんだって。あ、お兄さんも綺麗な目をしてるね。とっても素敵だと思う。君は一人なのか？お父さんとお母さんは？お父さんとお母さんはこの遊園地にいるよ。先に入っちゃったから、これから探しに行くところなんだ。僕もう行かないと。じゃあね、お兄さん。お兄さんも楽しんでね。あの目、それにマザーフェンゴ。いや、ありえない。もう宇宙にデビキン人はいないんだから。ほとばしる過去の傷。ほとばしる
過去のです。築く必要がある。でもみんなそんなことは考えない。スイートドリームシロップの味はとても魅力的だからね。君はピノコニーで孤立無援だ。その高い壁を一人で突破するしかない。そんなことが本当に可能なのか。だから君はホテルに入るなり気取った帽子を取ってあちこちで助けを求め始めた。砂漠の中で食べ物を拾うハイエナのように。ともすればチャンスが消えてしまうと知っていたからね。君の話と比べればレイシオのアティニークジャクの方がよっぽどマシだな。僕が本心を語ることなんかめったにないって知ってるだろう。ちゃんと聞いた方がいい。ちょうどあの教授に言及したから言うけど、僕は君と彼の共通点が大好きなんだ。陰謀と策略、特に結末の部分、華麗なる裏切りがね。全ての人がそう思っているとき、それが君によって入念に仕組まれた別の罠だなんて誰が疑うかな。図星だったみたいだね。君はそういう人だ。慎重で自分を過小評価していて、これだけ勝ってるのに誰よりも負けることを恐れてる。みんな君がゲームで大金をかけるところしか見ていない。テーブルの下のもう片方の手がチップを握りしめながら震えていることなんて知る由もない。大したものだよ。パブから招待があったのもうなずける。君は生まれながらの名優だ。人を騙すだけじゃなく自分を騙すのもうまいんだから。人前でボロを出さないようにするには先に自分を騙すのが一番なんだよ。もちろんわかってると。僕は君のことをよく知ってるからね。でも妙だな。どうしてあの招待を断ったんだい。君には優越を受け入れる機会があった。それは君が最も望んでいたものだったはずだ。それなのに君はカンパニーのテーブルを選んだ。損後のためか。そうは思えないな。君は損後と何の関係もないだろう。君なら知ってると思ったけど、
僕のことよく理解してるんだろう。もういい。今すぐ黙るか。目の前から消えてくれ。はいはい。でも今から消えるのは一体誰だろうね。とにかく僕じゃない。が一番得意なんだ。母さんと別れた日、どれだけのカティカ人が君を狼のように追いかけてたっけ？かけてもいい。君は彼らのけたたましい笑い声を忘れられないはずだ。あの野蛮人たちの鼻先から逃げるために、君と姉さんは血だまりの中で転げ回り、父さんが残した唯一の服をダメにしてしまった。あの服はダメになんかなってない。ずっと保管してやる。あれはただのボロ布だ。もう二度と着られない。今の君は隠れる必要がないどころか、自分の繊細な服が雨に濡れるのを嫌がる余裕すらある。ずいぶん変わったものだね。僕は最初から変わってない。いや、君は変わった。今の君は追う側になったんだ。最後のかくれんぼ、せいぜい楽しむといい。
の子はこの中にいるのかな。発目して待とう。言葉しない過去の男性償いたまえ。またか。僕が出そう。懐かしい感覚だ。イカ様はなしだ。気をつけて。すべて涙雨。キッキッ。来る気が来る。こいつ。や。好きに使ってくれ。すべてを失うか、はたまた手に入れるか、買いだ。印籠を渡そう。気をつけて。亡者再臨。はい。涙雨。来る気が来る。お客様を裏切れと追加料金ですよ。イカ様はなしだ。すべて。大丈夫、問題はない。すべてを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。涙雨。キッキッ。来る気が来る。この中にいるのかな。
って厄介を避け。はい、すべてが消える。怪だ。亡者再臨。お客様を裏切れと追加料金ですよ。涙雨来る気が来る。また罪を背負ってしまった。あの子はこのなはい、全てを失うか、はたまた手に入れるか。遠慮を渡そう。涙雨来る気が来る。あの子はこの中にいるのかな。食材の時だ。全てが消える。大丈夫、問題はない。涙雨来る気が来る。また罪を背負ってしまう。これは王玉？どうしてここに？おや、彼女の奇跡が君を苦しめてるのかい？僕はただどうしてそれがここにあるのか気になっただけだ。あの羽頭が君を嘲笑うために置いたのかもしれない。君が苦労して仕掛けたマジックショーがただの悪あがきだってことを分からせるためにね。奇跡の色はクリフォトの生体の光と同じ。よくこんな馬鹿げた言い訳を思いついたものだ。彼がもう少し用心深ければ君のザレ事はすぐにバレていただろう。これはただの餌だよ。ああ、だから君はレイ師匠の裏切りを計画の鍵の一つにした。あの教授の演技は真に迫っていたと言わざるを得ないよ。そもそも彼は演技なんかしてないのかもしれないけどね。それならなおさら君の思うツボだろう。あの真面目一徹な大久家の当主、異常なほどの支配欲を持っている。君は彼に十分な情報を与えながら隙があることを気づかれないようにしないといけない。だから君はレイシオを彼に合わせ、わざと計画が漏れるよう仕向けたんだ。相手に疑われないよう、レイシオには全て本当のことを話して、彼もそれをありのままにサンデーに伝えた。そして最後、あの当主は君が仕掛けた餌を通じて、目論見通りもう一つの奇跡を見つけた。これによって
君は三つ目の奇跡を隠すことができる。僕の頭の中を勝手に覗くな、クソ野郎。君の頭？僕たちの頭の間違いだろ。君は僕であり、僕は君。分けることはできないんだから。人前でボロを出さないようにするには、先に自分を騙すのが一番。僕に言わせれば、君は自分を騙せてなんかいない。今回うまくいったのは、ただ運が良かったからさ。これはサンデーが持っていたもう一つの奇跡だ。とても綺麗な緑色で、君のように人当たりが良く、狡猾。これの名前を教えてくれるかい？わざわざ僕に聞く必要があるのか？出させてあげよう。砂金石は幸運と計略の石。君がこの石を手に入れた時、彼女はそう言ったんだろう。砂金石は珍しいものじゃないけど、ある宝石と色がよく似ていることから、その宝石の代替品として使われることが多い。そして、その高価な宝石は、翡翠と呼ばれてる。あのサンデーでも見抜けなかったんだから、翡翠も砂金石の代わりとして使えるみたいだね。アベンジュル、トパーズ、ジェイド、三人の精鋭、三つの奇跡は、ちっぽけなピノコリンのために自分のすべてをかけている。君たちはファミリーより団結してるよ。言っただろ、チップ三枚で十分だって。だからオールオアナッシングなんだ。前者なのか後者なのかはすぐにわかるさ。本物の砂金石は、見せてくれよ。どこにあるのか知らないのか？ただ君の口から聞きたいだけさ。今のそれは、本当に持ち主にお似合いだからね。なら、君の望み通りにしてあげよう。それらは片時も離れてはいない。最初から一番ふさわしい場所にある。そう、この安っぽい宝石の中にね。君は出発前、砂金石を砕いた。その見た目、君の支離滅裂な人生にそっくりだな。どんなに輝かしい外見をしていても、中身は価値のない石ころ。そんなものでも君の命よりはるかに大事なものだ。こんなことをしたらどうなるか、よくわかってるだろう。クリフォトの生態を冒涜した人間をカンパニーが許してくれると思うか？ダイヤモンドはいつだって結果を重視してきた。僕の生み出す価値がコストを大きく上回っていれば、過程や手段は問題にはならないさ。何の代償も払わずにファミリーを騙せるわけないだろ。大丈夫、孫悟の奇跡は砕けても効果を発揮するからね。
たとえ効果が大幅に弱まったとしても僕にとっては十分だ。本当に不思議なんだけど、どうして君は毎回危ない橋を渡ろうとするんだい？自分のために用意した選択肢はいつも決まって強い自己破壊の衝動を伴ってるじゃないか。まさか本当にリスクが大きいほどリターンも大きいなんて信じてるのかい？君がそこまでカンパニーに忠誠を誓っているとは思えないけど。君にはわからないことがたくさんあるってことさ。僕がどうやって全てを手に入れようとしてるのかもわからないだろ。それは君が本当にできることが前提になるけどね。まあその時になればわかるさ。奇跡が消えた。また調和の。亡者再臨。お客様を裏切れと追加料金ですよ。すべて。懐かしい感覚。涙雨来る気が来る。奇跡が消えた。また調和の幻覚か。綺麗な目のお兄さん。うん、また会ったね。お父さんとお母さんは見つかった？うん、お姉ちゃんもいるよ。僕たち4人でかくれんぼしてたんだ。本当に楽しかったな。そうそう、ここに来る途中お父さんがフルフル映画を見に連れて行ってくれたんだよ。それを言うならフィルム映画じゃない？そう、それたくさんの絵が並べられてて動く壁画みたいになるんだ。僕とお父さん、お母さん、お姉ちゃんを一緒に置くと家族になるんだよ。よかったらお兄さんもやってみて。ずっと難しい顔してるけど遊園地では楽しまないと。そうだね。なかなかの点数だろ。
つまんないな。なんで黙ってるんだ？君は確かに僕の興味を引いた。僕が完全に君を理解してるわけじゃないことは認めよう。今回はやけに素直だな。素直さは数少ない僕の大切な品性だからね。わざわざ強調するまでもない。あの迷路が見えるかい？君があそこから出てくるまでに僕は君のことを完全に理解してみせよう。僕たちのスタジオの旅はまだ終わってない。君の走馬灯もまだ続いてる。そしてこの道のりが長く続こうとも僕は全く気にしない。岩より高い。それにお花もたくさんある。お姉ちゃん、この紫のお花あげるよ。行き止まりか。道を間違えたのかな。君には関係ない。ヒントが必要かな。これは君にはめられたカセだ。あの男が君に与えた最初の仕事。君が稼いだ最初の金。僕ははっきりと覚えてる。君はこの鉄の鎖を拳に巻きつけた。それは君が見つけた唯一の道具だった。そしてあの迷路の中で君は。黙れ。その過去を直視したくないのか、それとも自分の命が六重多眼刃しかないことを認めたくないのかな。僕が思うに、どっちも正しい答えじゃないな。君がそれを直視しようとしないのは、それが君の弱さを証明するものだからだろう。弱い奴が危険を犯したりするか。ああ、確かに君は危険を犯すのが好きだ。でも
なんだかんだで余計なものを手放そうとしないじゃないか。この美しい夢の中でさえ、君は自分の体で死を試す勇気しかない。あの同行者たちは君の切り札となり、もっと大きな役割を果たせるはずだった。ファミリーの汚点だって探せばいくらでも出てくる。必要なのは少しの犠牲だけ。オパールならとっくに解決してるだろうね。残念ながら君は彼には及ばない。でも君がそうしていればこんなことにはならなかったはずだ。どうしてそうしなかったんだい？職業倫理からじゃないだろう。君が言った小細工は確かに効率的かもしれない。でも僕はそれができないんじゃなくて、そうするつもりがないんだ。わかるかい？だって不公平な対戦なんて楽しくないだろ。公平まるで君の相手が君に対して公平であるかのような物言いだね。状況は明らかに君が不利なのに、なんでそんなに余裕があるのかな。あの仮面の愚者の言葉で君は一体何に気づいたんだい？彼女は僕に全てを覆せるほどの答えをくれた。全てを覆せるだって？つまりテーブルの全てを消し去るってことか。それは反則だろう。この葉っぱを持ち帰ったら新しい花が咲くかな。Thank you.
君に残したこのお守りは純金で作られてるね。どうして売ろうと思わなかったんだ。そうすれば君と姉さんはしばらく普通の生活を送れてたはずなの。今考えればそれがより良い選択だったとわかるはずだ。母さんは2つのアクセサリーしか残してくれなかった。一つはネックレス、もう一つはお守りだ。三つ目はない。君はいつもそう言ってるけど、本当は後悔してるんだろう。その二つを売らなかったこと。関係ない話を持ち出すな。はっ、わかった。ところで、あの時姉さんが言った言葉は覚えてるかい？あなたは地母神の祝福を受けた子供で、一族を幸福に導ける。だから、ちゃんと自分の身を守って、苦しみや貧困を憎まないで。きっと今でも耳に残ってるんだろう。君はいい子ちゃんだから。絶対に忘れたりしないはずだ。そう、君は覚えてる。姉さんの最後がどんなに惨めだったかも。背後から聞こえる鋭い笑い声がどんなに心をえぐったかも。姉さんに言われた通り、後ろを振り返りもせずに逃げたこと。一生の後悔だね。いい加減にしろ。他に話すことはないのか。話を遮られたのはこれで2回目だ。君は本当に分かりやすいね。ようやく君の考えが理解できたよ。本当に惹かれてる。最後にはこの美しい夢をひっくり返して最も盛大な死を作り出そう。これが君の主張だ。最初から最後まで何も変わってない。あの性格から始まってロビンの声の喪失、二つの殺人事件、サンデーとの交渉、さらにあの仮面の愚者のヒントに至るまで、ある一つの文字だけが君の興味をかきたてていた。そして今それは君の手に握られている。でも果たして誰の死なんだろう。ダイスの目が出ればわかるさ。いいだろう。
じゃあ僕のために観客席を開けておいてくれ。君がどれほどの力を持っているのか見てみたいんだ。あーでもやっぱりちょっと気になるな。もし最初からやり直せるとしたら、君はまた地母神に祝福された子供になりたいと思うかい？今回は静かだな。ようやくあいつが消えたのか、それとも僕が消えようとしてるのか。やっと出られた。帰るの？でも僕まだ帰りたくない。楽しいな。ずっとここにいたい。Thank you.
場所にしか行かない。たとえ過去であろうと、今であろうと、未来であろうとな。聞こえる。食材の時だ。すべてを失うか、はたまた手に入れるか。引導を渡そう。涙雨。来る気が来る。また罪を背負ってしまった。
探せば見返りはある。どうしろ、過去の伝説。ひどい雨になりそう。発目して待とう。ほとばしろ、過去の伝説。償いたまえ。はい。お客様を裏切れと追加料金ですよ。僕が出そう。感覚だ。顔はなしですよ。気をつけて。すれば涙雨くるくるくるいい感じ。インドを渡そう。厄介を避け。怪だ。亡者再臨。はい。甘く見たな。すべてが消える。お客様を裏切れと追加料金ですよ。涙雨くるくるくる。火に使ってくれ。全てを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。引導を渡す。はい。これも銀河を漫遊する意義だ。本当にお兄さんだった。
走る。過去に出せ。なんでかわからないけど、お兄さんを見てると不思議な感じがするんだ。興味が湧くっていうか、なんかうずうずするっていうか。もっとお兄さんのこと知りたかったのに、もうお別れしないとなんて。お兄さん、楽しかった？君は帰るのかい？うん、そろそろ帰らないと。暗くなってきたし、雨も降りそうだから。みんなに心配かけるわけにはいかないしね。君の家はどこにあるんだ？おかしなこと聞くんだね。家はお父さん、お母さん、お姉ちゃんがいる場所。この夢だよ。この遊園地、この夢は本当に穏やかだよね。だからみんなここが大好きなんだ。でもお兄さんは嫌いなんだよね。どうして？彼らがここにいないからだよ。じゃあ彼らはどこにいるんだ？わからない。わかってるくせに答えに意味がないだけだろ。認めた方がいい。君は疲れてるんだ。僕たちは疲れてる。だからここに残ろうとしてるんだ。彼も僕も。君の過去、そして未来として。どのくらい残るつもりなんだ？僕たちは君と一緒に永遠にこの夢の中に残る。これは死を覚悟した人に捧げる最大の敬意だよ。相手の意表をつくのはめちゃくちゃなやり方だけど、君にとっては珍しいことじゃない。なぜなら自分の命は君がいつも真っ先に投げるチップだからね。君は真犯人が誰なのかも、遺産なんてものにも興味がない。ただ公正に仕事をするカンパニーの社員として、ファミリーのテリトリーで辛酸をなめ、熱い枷をはめられ、ステージの中央に押し出されることだけを望んでいる。そしてこの宴の3人目の犠牲者になろうとしてる。僕にはできる。それも完璧にね。そりゃできるだろうね。君の幸運はきっとちょうどいいタイミングで君を助けてくれる。一つの性格と一人の指令、ただそれだけの話だ。これでカンパニーもテーブルにつく資格を手に入れられる。そして君も果てしない渦の中から抜け出して、夢にまで見た救済を得ることができる。
初めてじゃない。これは君の一番得意な、一番望んでいるやり方だ。このドタバタ劇は死で始まり、死の中で幕を閉じる。だからダイヤモンドは君を選んだのか。彼が欲しいのはピノコニーだけだ。手段も代償も厭わない。具体的な人間とも関係はない。まあそれは大変そうだね。急に思いやりが出てきたけど、両親がいたんだのかい？僕は結局君の自我の中から生まれた存在だからね。投げ出したチップを取り戻すことの難しさはよくわかってる。僕は君がすることを止められない。君が行く場所も僕たちには変えられない。覆水盆に帰らずってやつさ。僕たちにできることは全てのチャンスをつかんで一秒でも多く勝ち取ることだけだ。ああ、残念ながら人は一生正しい決断だけをすることはできない。たとえ常に幸運が味方しているとしてもね。君は常に勝ち続け、負けたことがない。でもどうして君なんだ。どうして君じゃないといけなかったんだろう。もし幸運な人の奇跡が彼の愛する全ての人、さらにはそれ以上に多くの人の不幸の上に成り立っているとしたら、もし君のもたらす雨が地母神の慈悲と恵みの象徴なんかじゃなく、何度も訪れる無意味な死でしかないとしたら、そうだとしたら僕たちは一体どれだけの過ちを犯してこの世に生まれてきたんだろう。その終点にたどり着いたら、僕たちの迷いも答えが得られるかもしれない。わかった。僕は先に行くよ。この先で君を待ってるから。最後の時間を使ってこの子にちゃんと別れを告げるんだ。できる限り後悔なく死ねるようにね。これで残ったのは僕たちだけだね。僕の写真を撮ってくれる？記念にしたいんだ。よかった。これで僕も自分の姿を見られる。今度写真を撮るときはレンズを見た方がいい。そうすればもっと自然な表情になるからね。うん、そうする。それでお兄さんもそろそろ帰るの？僕はまだ帰れないかな。ここでまた別のショーをするからね。じゃあもうすぐステージに立つんだね。なら行こう。ステージのところまで送ってあげる。ああ。お兄さんって役者さんだったんだ。道理で綺麗な服を着てると思った。
いや、実は僕は商人なんだ。でもここでショーをするんだよ。黒い服を着た人たちみたいに？でもお兄さんは黒い服を着てないよね。またか。すべての気涙雨くるくるくる。はい。お客様を裏切れと追加料金ですよ。すべてを失うか、はたまた手に入れるか。引導を渡そう。王者再臨。はい。涙雨。ヒッ。くるくる。お兄さんって役者さんだったんだ。道理で綺麗な服を着てると思った。いや、実は僕は商人なんだ。でもここでショーをするんだよ。黒い服を着た人たちみたいに？でもお兄さんは黒い服を着てないよね。あの服を着てるのは一般のスタッフだけなんだ。僕のポジションは彼らよりずっと上だから。すごいな。僕もお兄さんみたいにかっこいい大人になれるかな。なれるさ。君ならきっと僕よりずっとかっこよくてすごい人になれるよ。この幕の裏がステージだよ。もうすぐ出番だけど準備はいい？公演がうまくいくよう祈ってるね。ありがとう。まだ緊張してるみたいだけど。よし、じゃあ手のひら合わせしよう。地母神の加護があればお兄さんも気が楽になるはずだから。手のひら合わせはちょっとした儀式なんだ。手のひらを合わせてマザーフェンゴに祈りを捧げるとマザーフェンゴが祝福してくれるんだよ。知らないなら僕が教えてあげる。大丈夫、知ってるから。
もちろんね。ここでお別れだね、カカワーシャ。もうすぐカティカ人が来る。どうして？カティカ人は僕たちのお金も食べ物も奪って、お父さんとお母さんまで殺したのに、これ以上何が欲しいの？カティカ人は血に飢えていて残忍で欲深いの。彼らは全てを手に入れたいと思ってるから、何も得られないままなんだよ。これは計略であり復讐でもある。覚えてる？今日はカカワの日。そう、あなたの誕生日なの。彼らはエビキン人がこの日に必ずお祭りを開くことを知ってる。この雨を利用して彼らは私たちの荷車を壊し、全てを奪いに来る。でもカティカ人たちは、今回私たちが抵抗しようとしてることも、空から来た黒い服の人たちが私たちの味方をしてくれることも知らない。彼らがいればカティカ人に勝ち目はない。必ず自分たちの傲慢さの代償を支払うことになる。この雨がなければカティカ人は行動を起こさないし、私たちもチャンスをつかめない。これは全部チボシンのお恵みなの。そしてあなたはカカワーシャ。あなたの幸運がお姉ちゃんが成功するよう守ってくれるんだよ。でも誰か死んじゃうかもしれないし、お姉ちゃんだって危ないし、これのどこが幸運なの？どうしてこんなことするの？エビキン人は必ず仇を討つ民族だからだよ。チボシンが私を呼んでる。お父さんとお母さんも私を待ってるから答えないといけないの。でもチボシンはあなたが生き残れるよう幸運を授けてくれた。あなたが生きている限りエビキン人の血が絶えることはない。だから逃げて、カカワーシャ。怖がらないで、絶対に振り返っちゃダメ。山の向こうへ行くの。雨はあなたと共にある。きっとあなたを守ってくれるから。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。チボシンがあなたのために三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。さようなら、カカワーシャ。スターピースラジオが本日のニュースをお伝えします。カンパニー市場開拓部のスポークスマンによると、無主星グッズガンニアで小規模な反乱が起きたとのこと。現在状況はコントロールされている模様です。反乱を起こしたのはカティカという部族で、この部族は長い間カンパニーに対して不満を抱いており、市場開拓部の現地での活動にも深刻な悪影響を与えていました。カティカはカンパニー保護下にあるエビ金属に大規模な襲撃を仕掛け、判明しているだけでも6728人が死亡、3452人が行方不明となっています。負傷者は現在医療救助組織トラウマフロントが受け入れており、スポークスマンはこの深刻な人道的災害に深い哀悼の意を示すとともに、全生還市民に向けて本件に関する重要なスピーチを行いました。最後彼は、私たちが生まれながらにして持つ基本的権利を守るため、精神、種族、思想にかかわらず、孫悟の大槌は全ての生命に振り下ろされるでしょうと述べました。カカワーシャ、
さようなら。よし、役者の準備は整った。いよいよショーの始まりだ。この公演は君に捧げよう。これが君に忘れられない思い出を残してくれることを祈ってるよ。カカワーシャ。ああ、そうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？仮に、あくまでも仮定の話だけど、僕がダイスを振るたびに毎回この結果になる可能性があるなら、きっと僕は喜んで賭けるだろうね。この人がヨミ？はじめまして、私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。はじめまして、うちは美月ナナカ。彼女とは知り合いだろうし、紹介はいらないよね。はじめまして。誰も私が現れたことに驚いてないようだが、ベルトが一緒に行動すると決めたってことは、あんたを信頼してるってことだもの。私たちも同じようにベルトの判断を信じるわ。あなたたちの関係は本当に羨ましいな。ヨミさんは危険分子ではないし、請求列車に敵意を持っているわけでもない。アベンチュリンさんは彼女を一方的に犯人扱いしていただけだ。これからも協力を続けるなら、彼には納得のいく説明をしてもらう必要がある。それって、三者が顔を合わせる場を作りたいってこと？アベンチュリンさんの行動の裏にはもっと深いロジックがあるはずだ。きっと彼は最初からピノコニーの秘密に気づいていて、それを暴くためにいろいろと画策していたんだろう。こうなった以上、彼の計画の中で請求列車がどの位置にいるのかが重要になる。最悪の場合、俺たちを利用してとんでもないことをしでかそうとするかもしれない。そこまで事態が発展した場合を考えると、味方は一人でも多い方がいい。ピノコニーには様々な勢力が林立しているから、状況はベローブルグや泉州よりも複雑だ。また変なこと言って。でもその勢いはいいね。いずれにしてもピノコニーの危機を無視するわけにはいかないよ。時計屋の謎を解き明かすにはカンパニーの持っている情報が必要になるわ。たとえあちこちに危険が潜んでいたとしても、それに立ち向かうのが開拓よね。意義はないようだな。それでヨミさんは？もちろん同行させてもらう。じゃあ出発しよう。でもどこに行けばあいつに会えるのかな。焦らなくても大丈夫よ。本当に何か画策してる人がいるなら、その人物はきっとどうにかして私たちを巻き込もうとするはずだから。レディース・アンド・ジェントルメン、ピノコニー史上最も驚きに満ちた最も盛大なショーが間もなく幕を開け、スターピースカンパニーが皆さんをお待ちしております。ぜひクラークフィルムランドにお越しください。ほらね、役者と観客の両方が会場に来なかったら、アベンチュリンさんの仕掛けが無駄になってしまうでしょ。行こう、みんな。開拓の道を貫く時が来た。